おはようございます。今日は5月22日ですね。気温が22.7度、室温が22.9度、湿度はですね、外が 49% で、室内が 45%、 もうカラッとして、どちらかというと気持ちいい、天気って感じですかね。今日はメキシコ、今日のコーヒーはメキシコにしました。たまたまメキシコがダブついてるかなと思ったんでメキシコって感じですかね。コーヒーなんてもんはその時その時で、在庫を見て、何を立てるかを決めるという、そんな感じです。今日の質問ですね。ホットコーヒー、アイスコーヒー、常温コーヒーって商品はありますか？あれですよね。あったかきゃホットだし、冷たきゃアイスコーヒー、ちょうどいいっていうか、真ん中の温度では、昔僕がぬるかんというのを作ったことありますけど、ホットコーヒーでもなく、アイスでもなく、中途半端にぬるい状態で一番おいしい状態っていうのはどんなコーヒーだろうって言って、作ったのがぬるかんってやつですね。これは何がいいかというと、もともと車を運転しておってですね、あったかいコーヒーは冷める、冷たいコーヒーは温まる。である一定の温度に達するようになるんですね。つまりそれは何かっていうと、常温になるわけですよ。だから常温でちょうどいいコーヒーっていうのがあってもいいんじゃないかっていうことで、ぬるかんというのを作ったんですね。もう最初からぬるい状態で一番おいしい状態を作ればいいわけだから、というのを作ったことがありましたけども。だから、ある意味、行ったもん勝ち、作ったもん勝ちっていう部分があると思うんですね。だから、ぬるかんは結構受けましたよね。ある意味、車とかなんかで、走ってる時には、そのぬるい状態がちょうどいいっていうのは、ちょっと、いいなという感じはしましたね。これなんか実際に本来だったらコーヒーはあったかい状態で飲むもんだというのも、正しいし、コーヒーはアイスコーヒーはやっぱり冷たくて喉越しだよねって言ったらその通りなんですけど、その真ん中の中途半端なものも、それはそれでいいのかなという感じはしましたね。で、実際に例えば、アイスコーヒーを、氷をこういっぱい入れてアイスコーヒーを作ると、氷で、薄まっちゃうんで嫌だっちゅう人もいますよね。で、確かローマの休日かなんかで、グレゴリー・ペックが、アイスコーヒーを飲むシーンがあるんですけど、それはコールドコーヒーで、あれでしたよね。氷が入ってない状態のコーヒーを飲んでましたよね。だから日本ではアイスコーヒーちょっと氷がいっぱい入って、氷で、冷たい、アイスコーヒーですけど、そうでなくて、あれですよね。実際には氷なんか入ってなくて、冷たい、アイスコーヒーをそのまんまグラスで出されたら、それはそれでいいんだろうなというふうには、ちょっと思いますよね。で、実際に考えてみれば、例えばビールを氷で冷やすようなことを我々はしてないわけですよ。つまりビールってやっぱり冷たい、例えば缶でもそうだし、生ビールでも何でもそうなんですけど、グラスに注がれたらそのまんまですよね。つまり、冷やすためのことをやらないですよね。
それで普通に飲んでるわけですよ。で、なんでアイスコーヒーだけ氷の入ったグラスに注がれるのかって言ったら、ちょっと疑問ですよね。そこまでアイスコーヒーって冷たくなきゃダメなのって思いますよね。だから、普通には、常識的に僕らはアイスコーヒーは氷の入ったグラスっていうふうに、考えているわけですよ。で、ジュースだって氷の入ったグラスにジュースが注がれるイメージがありますけど、だけど実際にはビールだったら別段あれですよね。氷の入ったとこに、ビールを注ぐことないですよね。まあ、ウイスキーとかなんかだったら、氷の入ったグラスに入る可能性はあります。つまり、飲み物それぞれで氷が入るか入らないか結構あるんだなというふうには、まあ、実際に僕なんか、そういうことを考えた時にはちょっと思いますよね。その中で、じゃあコーヒーはなんで氷の入ったグラスに入ってんだろうっていうふうに考えると、まあ別段これ氷入ってる必要なくねって言ったらないですよね。本来だったら、アイスコーヒーがぬるくなっちゃうのがそんなに嫌なの？ビールだってぬるくなるの嫌でしょって思う。つまり、ビールだとかなんかって、まあビールだけを単体で飲んでるよりはやっぱ物を食べながらビール飲んでる感じがあって、その状態だと別段そこのとこが、ビールがぬるくなるのをそんなに気にしてないのかもしれないですけど、コーヒーってやっぱ単体で、飲んでることと、どちらかっていうと、時間かかって飲んでる可能性が高いので、やっぱ冷たいのがいいのかなというふうにちょっと思ったりもしますよね。実際に僕なんかも、そういうのをちょうど、ホットアイスコーヒー常温のっていう商品はありますかっていう、まあこういう質問のやつをカードを作って、まあ毎朝どれを、話そうかなっていうふうに考えるんですけど、その時にちょっと考えましたよね。自分も、今までそんなことあんまり考えてなかったんですけど、なんでアイスコーヒー氷がなきゃダメなのかなと。で、今ここって製氷機が動いてるので、氷が結構潤沢にあるんですね。で、潤沢にあって手軽にこう氷を使えると、どうしてもアイスコーヒーも氷入れたがるんですよ。入れたがるっていうか入れちゃうんですね。で、お客さんに、出す時も結局、持ち帰りの場合は紙コップなんですけど、氷いりますかって聞いちゃうんですよ。そうするとお客さんも、じゃあ氷入れてくださいって言って、まあ言うわけですよね。なんでかっていうと、多分車の中ではぬるくなるからなんでしょうけど、本当にぬるくなるのってダメなのって、そんな当たり前の疑問を、実を言うと疑問として考えずにいたんだなというふうには思いますよね。つまりこう、アイスコーヒーが生ぬるくなった状態、つまり、そのアイスコーヒーが生ぬるくなるとまずくなるの？この素朴にその部分をあんまり考えずに、ただアイスコーヒーは冷たいものだ、だから氷が入ってなければいけないものだっていうふうに勝手に、思ってるだけで、実際には、ぬるくても氷が溶けて薄まるよりはマシじゃないのってちょっと思ったんですよね。結局そんな当たり前の疑問を、今まで考えずに、アイスコーヒーに氷入れてたんだなというのを、今日、この質問の、カードを見て、僕なりに思ったんですね。
結構あれなんですよね。当たり前のこととして、やってることが実を言うと、当たり前でないことって結構あるんですよ。で、今ホットディスペンサーというのを、使ってお湯を、用意してるわけですけど、ホットディスペンサーというものから出てくるお湯が、もう僕は94度と設定がされてるので、94度と信じて、普通に使うわけですけど、温度計、このドリップポットの場合は温度計が、ついてるわけですけど、その温度計のついてるドリップポットに普通にお湯を入れると、実を言うと75度ぐらいしかないんですよ。つまり75度しかないっちゅうことはどういうことかっていうと、結局ホットディスペンサーから出てくる間、シリコンのホースを、通過してくるわけですけど、そこで熱を奪われて、ドリップポットの方で熱を奪われて、実際には75度ぐらいしかないと。コーヒー立てるにはとても、立てる温度ではないわけですよね。ただ、それでも人間は、94度と、表示されていると、それを信じ込んでしまう部分はありますよね。で、実を言うと、棒も、ドリップダラーというのを、使ってるんですけど、これドリップダラーなんですけど、これはドリップダラーの今 L というやつなんですけど、なんで L があるかというと、普通のサイズのドリップダラーに温度計が取り付けれなかった、ただそれだけの理由で L になってるんですけど、ドリップダラーで正確に温度をちょっと測りたいなと思ったわけですよ。つまりホットディスペンサーを使う以上は温度が下がることが前提で、やってるわけですけど、ドリップダラー使ってて、ちょっとホットディスペンサーをちょっと疑う部分があって、それは何かというと、コーヒーにお湯を差した時の膨らみ方が、あれちょっと弱いなというのを感じるんですね。ドリップポットってだいたい95度まで上げてから使うわけですよ。コーヒーを立てるときに95度まで、お湯の温度を上げて、それから使うわけですね。で、またお湯も最初のお湯を捨てるっちゅう、作業をやるので、最初のお湯を捨てることによって、筒先から最初から95度のお湯が出てくるわけですよね。その状態で、お湯をかけた時の、1投目、蒸らしの1投目ですよね。蒸らしの1投目の、コーヒーの粉の膨らみ方っていうのを、当然僕は、経験するわけですよね。で、その状態に対して、ドリップダラーでの1投目のお湯の差し方がどうしても自分の頭の中よりも、上がりが悪いと。これどう考えてもお湯の温度低いぞっていうふうに感じるわけですよ。で、それを、昔は、ドリップダラーにお湯をさしたのが沸騰ポットだったんですね。沸騰ポットは98度設定で、あれは単純に98度でなってたと思うんですね。メキシコですね。で、それに対して94度設定のこのホットディスペンサーは思ったほど温度は高くないぞっていうのが僕の中の感覚なんですね。だいたい94度設定ぐらいでないと、湯が噴き出したりとか、いろいろな問題点もあるので、これはこれでいいんでしょうけど、その部分で、ドリップダラーは必ずお湯を入れて捨てるっていう作業をしないと、ちょっと使えんかなというふうには今思ってます。だからそれをやっても大体85度ぐらいまでしか上がらないなというのが今の僕の中の、ホットディスペンサーの使い方かなという気はしますね。つまりそういう部分こうって、
使ってる中でふと思いつくことだと思うんですよね。それまで思いつかなかったことがふと思いついたりなんかすると新しい発見として、なりますからね。だから今日のホットコーヒー、アイスコーヒー、常温コーヒーって商品ありますかの部分でも、実際にアイスコーヒーで本当に氷っているんだろうかっていうのはちょっと、今日は思いましたね。話が全然、違う方向に行っちゃいましたが、ハッピーファーザーズデイ、父の日ですね。父の日用の、セットっていうのが、用意されてます。ダディーズコレクション、まああのあれですね、父の日に、プレゼントするのにはいいんじゃないかというようなコレクションとなっております。それ用に、作った玉木の、冷めても美味しいダディーズブレンドかな。ああ、そうだね、ダディブレンドですね。ダディブレンドです。ある意味この、常温コーヒーの部分に近いと思うんですけど、コーヒー立ててあったかいのが、勝手にゆるくぬるくなってぬるいのを飲んでもいいし、そのまんまぬるいコーヒーに、氷を入れても氷を入れて、アイスとして飲んでもいいみたいなことができる、ブレンドということで、ダディブレンド、のんびりとコーヒーを楽しんでねっていうようなコーヒーとなっております。父の日、セットですね。巾着なしだと、500g、鈴夏という方美人とダディブレンドを 100g ですね。で3300円という価格で販売、通常だと3900円のとこが3300円ということになっておりますので、ちょっとお値打ちになりますので、よければですね、ダディーズコレクション、注文いただければと思っております。とりあえず今日はホットコーヒー、アイスコーヒー、常温コーヒーの商品はありますかということで、ちょっと喋りながら、常識があれというふうに思う時っていうのは何なのかをちょっと喋ってみました。はい、今日はここまでします。